からですよね、うん、過去からだよ、過去から。アメージング講座、はい、始まりましたね。はい、時刻は8時を回りまして、今みんな挙動としてるよ。アメージング講座お届けしていきます。はい、時刻をもう一度、時刻は8時を回りました。アメージング講座をお届けしていきます。はい、はい、いつものね掛け声がちょっと聞こえなかったので、せーの、アメージング講座、はい、始まりました。はい、今年もよろしくお願いします。お願いします。はい、ですね、去年の、最終の放送で、お伝えしたようにですね、今日からちょっとアメージング講座の感じが変わりまして、まずはね、出演者の紹介からさせていただきたいと思います。はい、スタジオにはですね、はい、私久子、変わらず座らせていただいていますが、よろしくお願いします。はい、ユニット系のカンです。はい、カンちゃん。はい、タキです。タキさん。はい、具志堅ことベイちゃんです。はい、ベイちゃん、よろしくお願いします。はい、このメンバーでね、お届けしていきます。はい、はい、なんか一応メンバー の、はい、変更があったので、ここでちょっとあれなんですけど、うん、はい、去年までずっと担当しておりました大悟くんと、ともひろくんとぶんちゃんですけど、今年の放送からのゲストとして呼ぶ形でですね、レギュラーから少し外れておりますけど、アメージング講座の番組の中では、メンバーのような形でですね、一応ゲストで、いらしていただく形になっております。はい、もうね、本当ね、どんどん遊びに来ていただきたいと思いますのでね、はい。はい、よろしくお願いします。はい、はい、そしてですね、どんな番組になるかと言いますとですね、変わらず、音楽をね、うん、皆様にお届けしたり、あとですね、コザから発信するアーティストを応援する番組にしていきたいということで、うんうん、そこはね、変わらずに続けていきたいと思いますので、ね、どんどんね、メッセージもいただいたりとか、あとアーティストの方たちで、CD 出しましたとか、ライブがありますとかね、そういった告知があったら、どんどんスタジオの方に遊びに来ていただいて、スタジオの方にどんどん遊びに来ていただいてですね、いただければと思います。発信してほしいと。はい、アメリカだからね。なんでしょう、なんか途中で言われるとあれなんですけど。はい、はい。というわけで、アーティストを応援していく番組です。はい。はいはい、スタジオにいる方たち、皆さんお話ししてくださいね。はい、お願いします。いや、なんかCD の音が小さいんじゃないかなと思ってさ、BGM なのでこのぐらいで大丈夫です。はい、はい、この番組ね、ずっとですね、FM コザ向かいにある、ミュージックバー F のね、今日はマスターいないのかな、ね、スタジオの外にいらっしゃるのかな、なんですが、ミュージックバー F の方でですね、から、発信を、はい、していきたいと思っておりますの で、 です、はいはい、というわけで、FM コザ向かいにありますミュージックバー F の、今週末のですね、ライブ情報をお届けします。むつき1月、音楽の街コザ、冬の気配を感じる夜に心揺さぶる週末ライブということで、今週はですね、今日もスタジオにいる、ユニット系のライブが14日の木曜日にあります。はい、はい、ユニット系、フォークとかね、ポップスのカバー曲ですね、うん、はい、はい、今回どんな感じかな。いつも通り、今回いつも通りいい感じです。よろしくお願いします。いつも通り、はい、いつも通りな感じで、はい、はい、チャージ500円、はい、時間が21時、店はオープンですが、ライブのスタートが21時30分からですね。はい、はいはい、そしてですね、15日の金曜日は、具志堅優さんのライブがあります。こちらも、オープンが9時、スタートは9時半、ミュージックチャージが1000円となっております。こちらがね、金曜日の15日です。具志堅優さんね、F でのライブは久しぶりかな、うん、楽しみにしています。はい、今週は2組のみ、うん、そうですね、はい、はい、木曜日と金曜日ライブがありますので、どんどんね、ミュージックバー F で一緒に美味しいお酒が飲めればなと思います。そして今日はですね、8時半からゲストをお迎えします。
比嘉義弘さんゲストに来てくださいますので、うん、こちらも楽しみにしてください。はい、はい、それでは、アメジン小座1月の番組のスポンサーさんの紹介です。アメジン小座、この番組は季節の果物を使いお客様に合わせた最新のカクテルを落ち着いた店内でご提供します。バーボビーズ沖縄市330沿い福原楽器向かいお花屋さん2階電話番号098-955-5816。浜田省吾を愛するマスターがあなたを待っています。バーそよ風沖縄市上地2-1-21電話番号098-930-3553。県産本土産新鮮な海鮮物などを集めオリジナルの手作り料理をご提供いたします。食いどころ飲みどころとの間沖縄市330沿いパークアベニュー入り口近く電話番号098-929-3556。カウンターでお隣同士でカラオケが楽しめるお店カラオケスナック勇気沖縄市小屋 1-8-36 島袋ビル1階。カラオケダーツ卓球ありの楽しいお店です。マブヤーもいます。ミュージックバータイガーアイ沖縄市上地 1-12-6 琉球三菱自動車左裏。音楽とテレビスポーツ観戦をおいしいお酒と料理でどうぞ。ミュージック&スポーツバーサイドウェイズ沖縄市パークアベニューパルミラ通り入り口角。歴史ある店内落ち着いた雰囲気が幅広い世代に人気ギター演奏や各種イベントが定期的にあります。ラテン酒場アルハンブラ沖縄市上地 2-20-12 ユニオン中野町店隣。中古新品タイヤ交換価格なら負けません。在庫多数ありネマー商店沖縄市久保田 1-9-30 富士店舗1階山里交差点普天間向け左。小座の街に夜だけ現れるボーダレスバス停今夜の最終停留所カジュアルバーボーダレス沖縄市上地 2-2-12 電話番号090-4470-7225。安全安心鶏の幸せを追求した鶏牧場です。愛情卵の田里ファーム中城村あざ新垣487番地電話番号090-3796-4817。髪を切るならここで確かな技術であなたをスタイルアップカットのみ1,000円。髪切り屋次男坊うるま市田場1809舞原高校正門斜め向かい。お部屋の内装クラス張り替えなどリフォームのことならお任せください。もろみ内装宜野湾市宜野湾 1-19-39 電話番号090-1878-7134。重機はもちろん重いものから何でも運びます。比嘉重機読谷村木名317番地電話番号080-3949-8860の、以上の、スポンサー様の提供でアメジン小座お送りします。では、CM 入ります。
アメージング講座。どんどん。はい、アメージング講座をお届けしています。はい。はい。というわけで、はい、新しい番組進行ということでですね、はいはい、でも番組のですね、ASG はですね、変わっておらず、アーティスト、音楽アーティストたちを応援していきたいという気持ちでね、この番組やっています。どんどんね、アーティストの方々ね、CD 出しましたとか、なんか告知があればね、うん、はい、こちらに来ていただ くなり、うんうん、はい、録音という手もあるので、ね、どんどんこの番組を利用してもらえればいいなと思ってますよ。はい、ね、はい、私たちもね、うん、楽しみですよね。そうそうそう、どんどんね、はい、というわけで、あともう一つ、今まではね、リクエストをいただいて、その場で生演奏という、ね、はい、形でお届けしていたんですが、そうそう、今度はですね、音楽という曲をお届けするというのではなく、今日のお題というのを、はい、決めさせていただいて、はい、そしてですね、そのお題に乗せてどんどんメッセージをね、いただければなと思います。はい、スタジオの外には応援団が来ていますね。はいはいはい、スポンサーさん、タイガーアイさんのはじめさんじゃないですか。こんばんは。こんばんは。はい、早く帰ってきてください。はい、それと今週からですね、はい、リスナーの方にもどんどんメッセージいただきたいので、お題というのを設けまして、はい、今日のお題が一応2つ、ありますけど、はい、初夢、見た初夢をちょっと面白い初夢だったよというのがあれば、うん、ね、送っていただくのと、はい、でそれと今年の皆さんの抱負ですね、はい、聞かせていただければなということで、はい、お題を設けております。で、はい、どんどんメッセージ、はい、ツイキャスでもいただければ、ね、はい、読み上げますので、はい、よろしくお願いします。皆さんの初夢を教えてくださいっていうのと、はい、あと、今年の抱負ね、ぜひぜひ、ね、ここで発表していただいてね、っていうことですよね、決めていただければと思います。はい、はい、メールアドレスです、FM コザのメールアドレス、メッセージこちらにください。数字で 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。そして、ツイキャスでもね、メッセージどしどしください。はい、で、はい、ユーストリームでもね、うん、ご覧いただけますので、こちらもねぜひチェックしてみていただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、というわけで、初夢、はい、初夢見ました、皆さん。見ました。ですね、その前に今スタジオにね、ユーストリーム見てる方はきっとお気づきだと思うのですがね、ゲストさん、はい、実は、今月からスポンサーさんになっていただきました、タサトファームさんのピーちゃんパパこと、ピーちゃんパパ、タサトファームじゃなくてネックネームですよ。そうそう、パパイヤですよね。パパイヤですね。こと田里さんに来ていただいてます。こんばんは。お願いします。はい、じゃあ早速、はい、今日のお題がですね、初夢とか、もしくは今年の抱負です、はい、今年の抱負、今年の抱負、はい、考えておきます。僕らからいきます。あ、そうですね。ですね、うん、自分がちょっと一昨日ですかね、まあ、寝てる時には間違いないんですけど、夢見たのはですね、寝てる時に、自分の息子がサッカーの試合してるわけですよ。はい、サッカーの試合してて、ゴールをなかなか決めきれないんですよね。なるほど。そしたら、いつの間にか自分が、なんていうの、一番前の方の、ストライカーになっててですね、自分がですよ。夢っておかしいですよ、急に展開が変わるから、うん、ボールが来るんだけど足が動かないわけさ、はい、蹴ろうと思っても足が固まって動かないわけ、うん、で動いたと思った途端ボコって壁を蹴ってたという夢を見ましたね。で、初夢、多分夢見てると思うんだけど、なかなか覚えてないから、ね、覚えてないんですよね。だけど痛かったから、一昨日の夢は覚えてましたね。きっとね。壁は大丈夫だったんですか？壁は大丈夫でした。あ、ちょっと足がゴンゲて夜中うるさかったので、はい、他の人に迷惑かけたかなと思いましたけど。いや、でもそういうことありますよね。壁は大丈夫でしたか？壁は大丈夫でした。あえて誰も俺の足は心配しない。強靭な足じゃないですか。
そんな夢でしたね、変な夢でしたね。で、夢占いみたいのがあるんですけど、これ、はい、何に当てはまるんですかね、菅さん。体を蹴るっていうのは、でもゴールは夢の中でゴール決まってるんですよ。で、ガッツポーズしてるんですよ、こうやって。最高でしょう。そうそうそう。新年にキックオフ。ね、うん。ゴールを決めるってことは何でしょうか。なんか夢が実現するんですかね。達成しちゃう。どういうふうに考えましょうか。うん、そうですね。なんかいい夢だったね。ちょっと足が痛いけど。しちゃったって言った後が、言わずの方。そうそう終わり。はい。そろそろ達成さん、まだまだですか。じゃあ菅さんの。じゃあ次僕行かせてもらいます。僕が見たのが初夢っていうのはもうなんかね、まあ夢ですからよくわかんないんですけど、浮いてる感じの、浮いてる感じ、上向いて浮いてる感じで。うん、それしか見えないんだよ。幽体離脱？幽体離脱じゃない？俺死んでたの。危ないんだね。忙しすぎても魂が抜けてたんで。なんですかね。本当になんかもう浮いてるだけ。いやいや、缶は忙しいからね。もう、自分は時間いっぱいあって、いつも缶の、その情報見てたら、今日いとま行ってきます。何時まで乗るか分かりませんけどって言って、夜中まで、ね、かかってたりするから。だからだよ、幽体離脱なんだよ。そうなんですかね。もう本当になんか空だけ見てる夢でしたね。だからこれが何になるんですかね、具志堅さん。夢占いね、なんだろうね、中途半端。ゆらゆらして、ゆらゆらして、もうそんな感じの、なんかでもちょっと怖い夢だね。ちょっとですね、でも気持ちよかったですよ。自分の姿見てるとかなかった？自分の姿は見てない。それやったらもう確実に幽体離脱だよ。ちょっと下向くの怖いじゃないよ。抜けてる。でもまあそんな抜けた感じの。でもいいように考えるんだったら目標に向かって飛んでる、うんね、そういうふうに考えましょうか、うん、考えましょう、そういうふうに、はい、落ち着けましょうそこに、はいね、ということでもうそろそろ準備できました。はい、ちゃんパパ、タキさんは、まず、はい、俺はですね、最初ピーちゃんを見てて、ピーちゃんってニワトリね、ピーちゃんってニワトリちゃんね、ニワトリを見てて、うん、そっからまあ、嫁さんのエリナと、うん、はじめさん、はい、対岸のはじめさんと、まあ、外にいるお二人ねと、なんか大きいバスに乗ってて、おそっかなんかアフリカとか行ってるみたいな感じの、あすごい景色見えてからの、うん、そしたら猿が、日本猿が入ってきてちょっと待って、これって結構長い、はい、日本猿が入ってきてから、でどうにかなんかもうエリナとこのはじめさんがこのもうオスダンに噛まれたりとかしてからはやばいやばいと思って、自分は手に持ってたなんかスプレー、多分撃退スプレー、水だと思うんですけど、水スプレーからだと思うんですけど、うん、うん、それを巻いてたら小猿は逃げてから、よっしゃ大丈夫だって言って、よし助けに行こうって、で2人を助けに行こうとしたら、水かけても効かないですよね、オスダンは、うん、で噛まれて痛い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 って、血が出てきたって言って、血を目が覚めたんですよ。本当に痛かったんです。なんかそれ何の夢？なんか猿噛まれたんじゃない？12月に高崎山見に行ったからですかね。本当奥さん噛んでたかもしれない、その時に。いびきがうるさくてっていう。この野郎。でもはじめさんも登場してたわけですよね。はい、一緒に噛まれた。すごい仲間意識ですね、皆さんね。今の中にお友達まで出てくるというのは。一緒に高崎山行ったメンバーだから、うん、ああなるほどね、はい、そういうことね、記憶に残ってるんだよね、はい、でもなんかすごいよね、なかなかリアルな夢ですね、はい、みんな痛みを伴ってるね、はい、痛みを、でそんなこんなの田里ファームさんですが、はい、今月からスポンサーになっていただいておりますけど、ありがとうございます、はい、田里ファームさんの、ありがとうございます、はい、アピールポイントとかその辺を今アピールポイントですか、はい、どうぞ今まあ、自分が大学院今通ってまして、はい、まあ、この牧場を見ながらやってるんですけど、なんか動物福祉に配慮をした、自分が研究していることと一緒に、ニワトリを自然に育てる、放牧してこのストレスを与えないように育てるというやり方をやってて、アピールポイントですね。アピールポイントじゃあストレスがない分美味しい卵を、ストレスがないのと、やっぱ無農薬のとか有機野菜とか、そういうものにこだわって育ててるってことで、餌もですね、こだわりだよね、健康な鶏ちゃんを育てることで安心安全な健康な卵をっていうことですよね、まあ、運動させないと元気もなくなるし、そうですね、ビハネって遊んだりとかしないと、すごいよね、卵を生まれると思うんです、人もそうだもんね、放牧、はい、ですね、はい、
人もそうだから本当ね、あの鶏の幸せを追求した鶏牧場です。愛情卵、だからピーちゃんパパとママの愛情がたっぷりね、はい、注がれた鶏から生まれた卵、はいはい、そうなんです、子供と同じなんですよ、うん、あのまあ、お家にこもってゲームばっかりしてたらしたら、うん、すぐ風邪ひいてしまいますよね、うんうんうん、だからこっちドロンコとか遊んだりしてたらダメだよとかじゃなくても思いっきり思いっきり遊ばせて、うん、そう元気あるよね、自然の中で育って、はい、育てそれをピーちゃんにやってるってことですよね。うんなんかさ、イベントがありますよね、はい、あの体験する、はい、ファームの方で、ですね、うん、田里ファームで2日後の14日なんですけど、うん、あのひよこを孵化を見届けよう、孵化体験をしようっていう、あの、まあ、子供たちとか遊びに来ると思うんで、その時に、うん、あの命の尊さ、うん、の卵が手に取って孵化する体験を見て、あのあ生きてるんだ、温かいんだ、素敵っていうものをなんか、なんて言えばいいですかね、うん、体験して感じてもらうっていうことですね、はい、あのまあね、お家でね、あの例えばいろいろなね、あのペットあのなんだハムスターとかさ、カメさんとかさ、まあ、ひよことかも買ったりとかしてるけど、なかなか孵化してるところとか生まれた瞬間ってね、ワンちゃんとかも見ることって、はい、なかなかできないと思うので、うんね、あのいいと思います。すごい体験になると思うんですよね、はい、ただちょっと気になるのはこの14日って決まってるじゃないですか、はい、その日に生まれるんですか。生まれます。あの卵を温めて21日間経ったその日に、この入れた時間に大体孵化するんで、あ、はい、私も行きたい、すごいですね、それね。すごいよね、うんうん、それが、2日後の14日で、はい、自分はこの14日はもう朝から多分2日が寝れないと思うんですけど、うん、そういうのをいつもやってるんで、であの、ま、あのエリナも、はい、もともとあの看護師さんで産婦人科にいたんですよね、はい、その時にあのやり方がうまいんで、子供と同じようにあのひよこの世話はうまいんですよね。うん、そういうのをなんか、まあ、エリナなりに話してくれるんだろうなっていう、うん、はい、この今申し込みはもうあやあまだ受付中。ドタ、うん、ドタさんっていうんですかね。ドタンバさんかみたいな。なるほど。ドタさんも OK。ドタンバなんで、ドタンバさんかな。はい。OK なので、あの、その案内は大丈夫ですか。はい。あの、はい、あのギリギリで行きたいってご連絡してからの方がいいんですよね。あの、もし来るんでしたら、あの、ご連絡してタオル、ハンドタオルで持ってきたり。はい。ハンドタオルを持参することと、はい、あとは、500円あ、ワンコイン、はい、参加料が500円、はいはい、あのピーちゃんのご飯になります。はい、ピーちゃんたちのね、はい、ピーちゃんパパじゃなくてピーちゃんたちの、はい、ね、ご飯になるということで、はい、田里ファームさん、ね、場所が中城村あざ新垣487番地で、事前にねご連絡をあのした方がねいいかなと思います。電話、はい、番号が0903796-4817 0903796-4817、あさって14日何時から？ですね、みんなが集まる時間が大、まあ、昼の12時とか、はい、まあ、まちまちなんですけど、まあ、夜中まで自分が開けててやってるので、はい、あ、もう好きな時間に行っ、はい、行っていいの、はい、あらということは12時後のね、はい、好きな時間でって、はい、お昼の12時以降スタート、はい、スタートで、はい、で、うん、終わるのが多分その次の日の、まあ、夜中でもいいの、はい、あら、じゃあ大人たちも行けるじゃない、はい、私も行けるかも、はい、夜中に子供だけっていうのも選びやすいですからね。そうですね。お酒も何あお酒も持ってきていいですか。お泊まりコースでも、まあ、やってもいいかなって。意外と大人の、エリナちゃん、大人の方が感動してね、ね、お酒飲みながらいい酒のつまみになるかもしれないですよ。ね、なんか違う会場になってるかもしれない。卵もさ、本当に綺麗ですよね。はい、お写真だけ見たことあるんですけど、うん、いろんな色があるのはなぜ？例えばですけど、うん、この、まあ、白人がいるじゃないですか。はい、あ、うーん。とか、この、うん、は
い、婦人の方もいて、あの人で言うと人種の違いみたいな感じで、はい、な, なるほど、うーん、それを掛け合わせって、あの羽の色が卵の色って聞いたんですよね、確か ほとんどこれも正解です、ね、あ、それなので、あの一つのパックの中にね、綺麗な本当何ピンクっぽいのとか、パステルカラーだよね、はい、いろんな色があって、グリーンとかがあって、うん、そうそうそう、ね、本当夢がある田里ファームさん、ね、これからも頑張ってください、はい、ね、ね、あの大変だったと思います、研究とかも、ね、そうですね、重ねているのはみんな原種がもと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 この改良されてないものを連れてきてからのですよね、はいはい、そうね、ね、インカ帝国の中か原種のとかね、そう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 、はい、このこだわりはすごいですよね、はい、卵ってね、うん、私たちは本当に日々、ね、はい、いただいているものなの なので私も沖縄に来てポーク卵が大好きになっているのでね、はい、早く行って、はい、明後日ですね、はい、明後日あのファームの方にもね、田里さんはいつも遊びに来てください、ウェルカムですっていうことでね、はい、おっしゃっているので、うん、はい、ぜひ連絡ください。はい、フェイスブックやられてますよね。はい、タサットファームで、ローマ字で検索ですね。はい、はい、タサットファームさんで、はい、検索すると、よろしくお願いします。ね、はい、牧場の様子とか、うん、ね、あのピーちゃんたちの様子がね、はい、載っていますので、ぜひぜひチェックしてみてください。なんか食べる体験も今度企画してくださいよ。はい。ピーちゃんの卵、はい、まあ、卵ご飯すると本当に美味しいんですよ。美味しいんだ。うん、もう最高。これは食べないといけない。そうそう、これもぜひ企画してほしいな、ね、ファームで一つ気になるのは、最近あの中にヤギも一緒にいるんだ、ね、あ、そうだよ、ヤギーズ、ヤギーズでいますよね、はい、元気あるヤギーズ、ね、じゃあ本当にね、お子さん連れでもね、あの遊びに行ける、はい、田里ファームさんでした、はい、今日はね、あの、ありがとうございます、来ていただいて、はい、で、ね、これからよろしくお願いいたします、よろしくお願いします、お願いします、はい、田里さんの、田里ファームさんの、ピーちゃんパパこと田里さんに来ていただきました、はい、そしてね、エリナちゃんも来ていただいてありがとうございます、はい、応援団のタイガーアイはじめさんもありがとうございますありがとうございます、はい、じゃあここで一旦 CM 挟みます、 CM の後はゲスト、東吉良さんに入っていただきます。はい、アメージング小沢、バーボビーズ、バーそよ風、食いどころ飲みどころトノマ、カラオケスナック勇気、ミュージックバータイガーアイ、ミュージック&スポーツバーサイドウェイズ、ラテン酒場アルハンブラ、ネマ商店、カジュアルバーボーダレス、タサトファーム、
紙切り屋、次男坊、諸見内装、日川重機の提供でお送りしています。はい、後半のアメジン講座始まりました。イエーイ、イエーイ、久しぶりですね、はい、別に久しぶりではないよな今年もよろしくお願いします今年もよろしくお願いします。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。お年玉まだもらってないけど、あーごめん忘れた20円なぞと20円なぞと、うん、ジュース1本も買えない、ねね、今日はですね、ね、いよいよ日賀義博さんのライブが、うん、そうだね、まあ来る土曜日か、なんか早いね、あっという間に、うんね、うん、ずっとこの1ヶ月追われてた追われてた、うん、それは準備が遅かったってこと、まあ、そうでもないけど結局はまあそのやるからね、プロデューサーも歌もチケットともう全部俺がやってるような状態だから、そのイベントのまだ正式なあれを言ってないじゃないですか、ね、あ、そうですか、何の来る土曜日16日、はい、どこだった、アシビナでコリンザの3階のアシビナホールの、うん、はい、劇場で、そタイトルはシングスコザブルースっていうタイトルで、はい、まあこの辺一応ヨシルさんメインの、そうだね、俺メイン、まあゲストは何名かいるからね、はい、うん、コンサートだね、はい、もうホールでだからゲストが3名ぐらい呼んで、久しぶりではホールでやるやつっていうのは、何年ぶりだろう、ホールでやるっていうのは2年ぶりかもしれんな、めったにやらないですか、ライブハウスね、もう大体ね、場所がライブハウスなんで、ね、飲み屋とかそんなアルコールを置いてる場所だから、なんかその16日のやつを想像したらなんか自分もなんか照れるなっていう感じだね、アルコール入ってない状態で、入れない、そうするとシラフの状態で、ということは何もできないじゃないですか。なあ、だからどんな、いつもの吉野さん発揮できない。もしかしてボーっとしてるかもしれない。パスも忘れるかもしれないし、まあそんなことはないんだけどな。まあ練習もしてるし、まあバンドの練習と、うん、ゲスト以外にもバンドのね方々がすごいメンツの方が ね、 ね、いらっしゃってるんで、とりあえずゲストは、とかも、うん、ぜひ、じゃあゲストはね。ここのスポンサーにもなってるそよ風のマスター、うん、アスト常春、うん、してドナンの歌者西泊義則、はい、してまあ、この辺で歌ってる、まあね、ビートリッパーの、まあ、素晴らしいミュージシャン翔太、この3人がゲストで、あとは俺です、はい、まあギターゲストに負けてるって噂はそんなことはないね。今一瞬吉野さんが引いたから俺できます。親分ですよ、なんせ。親分ですよ。ただゲストはあれですよ、なんかこう歌うのはちょっと短めだよって言ってるんだけど。いやいや。これ以上お客さんはもしかして違うことだろう。これ以上だったら俺食うかもしれんから、俺は食うなわって言ってるんだけど。メインは俺だぞと。うん、そう。まあでもやっぱり楽しみだね、楽しみ、自分も、はい、うん、まあ大きなホールでやるって、まあ大きいって言ってもね、はい、300ぐらいのキャパなんだけど、はい、まあ本当はね、来年あたりは市民会館とかあの辺なんかコンベンションセンターとかね、あの辺でやりたいんだけど、なあ、チケットどのぐらい売らんといけないのかな、はい、いくらにしないといけないのかな、100円にしたら作るかもしれない、チケット1枚100円で会場ダブ出せないだろう、もう2000人気だ、相当だ、今回はCD をレコーディングされた時のまたね、メンバーが集まって、そう、まあ、多少はね、はい、まあ、ベースはね、うん、白上幸三って、まあ、コザロックでもずっとやっていた男だったんだけど、今回も、はい、まあ、いろいろ忙しいって言って、グッドルッキングブルースの教師さんが今回加わって、はい、あとはね、もう、ランちゃんとか、はい、もう、ナーリーとか、馴染みの
連中って言えば連中なんだけど、サックス本に有田さんも来て、有田もね、そしてあのバイオリンはまあてっちゃん、あの高宮城、はい、てっちゃん、そう、そうたるもんね。そしてあとキーボードもヤッシーさんが、あ、そう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 、ね、もうみんなよくわかるから、俺と誰々言ったのかなってわからんくなってる、ちょっとねチェックしてるわけ、ね、あ、そうか、うん、ちゃんとフォローしてますよ兄貴ね、本当楽しみ、まあさすがだよ、あの練習していても大体俺が忘れていたら、あの彼らが言うんだよね、あのなんていうの、あ、これこんなんじゃなかった、あんなだったこうだったとかあ、そうだったかっていう、次の練習をまた忘れてるわけよね、なんでお前たちみんな覚えてるのって、ちゃんとメモしてますよ、あ、そうか、俺はメモすること忘れていたんだって、結局最後まではメモ してなかった、うん、ということは、あ、明日のリハも多分同じこと言われると、いや、もう全部覚えて、最終リハも覚えて、うん、チェックしてる、もう大丈夫、多分大丈夫はずよと俺は思ってるんだけど、なんとかなるでしょう、うん、でもお客さんどのぐらい入るかなっていうのも楽しみだけど、でもいなかったりよ、吉浦さん、フェイスブックでも、うん、みんながこの吉浦さんの、あ、そうだね、告知をシェアすると幸せになるっていうことで、ものすごいシェアの数ではないですか、そうだったね、どのぐらいでしょう、私2回幸せになりたいから、ね、2回目、あの1回目30名超えてて、2回目がもっと超えてたんじゃない、そうだね、もう40ぐらいあったら、誰がいいですかね、幸せになれるって、不幸の手紙みたいな、どれなんだろうな、最初はあの、まあ、この前練習やった時、有田がうちの嫁ですとかなんか言ってたら、あの有田の嫁が言ったのかな、はいはい、誰が言ったの、俺はこれは分からなかったけど、なんだみんな幸せしてくれてありがとう、俺人気者かなと思ったら、人気者ですよ、人気者じゃなかったらみんなチェッて言ってシェアしませんから、そうか、何が幸せなのか、みんなが幸せなのか、みんなが、だからこそ本当はね、次はね、会場に来てくれたらもっと幸せになる、もっと幸せになれる、それはそうだと思います、会場に来たら幸せになれる、じゃあ会場に来なかった人は、まあ不幸とは言わないんだけど不幸とは言わないんだけど、はい、ちょっと幸せが遅くなる、幸せやってくるけどちょっと遅くなる、だから会場に来た人はもう今週の土曜日から幸せになる、そう、ね、帰りももう会場から帰るとき幸せな気分で、はい、帰るという、そんな、うん、幸せになれる、比嘉吉浦さんのアシビナーでの、ライブはですね、今週の土曜日16日ですね、うん、シングスコザブルース、はいはいはい、オープンが6時半、18時半ですね、夕方、うん、そしてライブのスタートが19時、そうそう、合ってますか、19時、はい、19時、はい、こちらが、合ってるでしょ、合ってるよ、前売りが2000円の当日が2500円、はい、はい、チケットをですね、購入をされたい方は、沖縄市民小劇場アシビナー、うん、電話番号が0989348487、そして、FM 小座向かいにありますミュージックバー F、 こちらでもお取り扱いしています、はいはいはい、0908916400です。そして、バーそよ風も扱っています、うんうん、0989305553かな、まあ、合ってるんじゃない、353ですね、すみません、うん、あとミッキー食堂ね、あそこも今置いてない、はい、取った、え覚えてんの、いや、もうあの、じゃあ回収したから、はい、あ、そうか、もう土曜日だからね、ね、あの例えばチケットを買わなくても、その、はい、アシビナに電話してもらえれば、はい、電話予約っていうのができるから、うん、なるほどですね、うん、これはそれが、まあ、はい、当日券じゃなくても、マイル扱いっていう感じで、予約の場合は、お名前言っていただければ、人数言っていただければね、うん、じゃあ、こちらの予約お問い合わせの番号をお伝えしておけばいいのかな、うんうん、これは吉浦さん、まあ、俺よりはもう会場がいいね、あのアシビナーが、はい、うん、アシビナーの、会場のですね、お電話番号が0989348487です。こちらにね、お問い合わせいただければ、もう幸せになりたい人は来てください、うん、はい、うん、はい、というわけで、じゃあここで吉浦さんのですね、曲を皆さんにお届けしたいと思うのですが、何がいいんですか吉浦さん、はい、
まあいろいろあるけど、じゃあ小座黄昏に向かってやろうか、ね、はい、ああ、じゃあ吉賀義弘さんで小座黄昏に吹かれて。届けしましたのが吉賀義弘さんで小座黄昏に吹かれて。かっこいいね。どんな自分の作った歌がラジオで流れてるっていうこの心境は。まあ嬉しいし慣れたし。慣れたしですね。今度はテレビですね。今度は。いやでもあの山本の方で結構日本放送あたりが書けてるらしいっていう、なんか指令が。そうなんですね。すごいんだやっぱり。でもその割には CD 売れてないな。そこ。実はですね、一通だけ、一通だけじゃないかな、なんつうか、
ちょっと今年のこの最初の一発目 の、うん、あのメッセージが来てるので、うん、一つ読みましょうね、僕は、はいはい、吉岡さんとも馴染みのある小林ゆかちゃんから来てましてね、うん、あの今年の抱負、うん、なんかおとなしくなりたいとか言ってました、上品になりたいって、彼女が慣れるわけね。うんうん、そう言ったら、あ、聞いてますよ。あ、聞いてるから。聞いてますよ、うん。今年こそは女性らしく上品に行きます。まあ、あ、まあ、まあ、女性もともと優しくて、うん、あの上品なことから、はい、これ以上はちょっと。はい、ラジオ的にも あれが正解ですよ。あ、そうですよな。まあだから早くうちなんちの男探せっては言ってるんだけどな、俺は。どんなですかね、あの本人が好きにならないと始まらないんで、これは。うん、せ相手が好きって言ったら逃げるわけよ。あ、そういう、うん、そういうタイプだから、お前こんなんじゃダメだよって読めてるんだ、それが。うん、まあ要するにちょっとね、男と女っていうのはどうしても妥協が必要だから、どっかで、はい、星の王子様みたいな人はいないよっていうやつよ。出た俺ぐらいかなっていう感じ。あともう一つ、うん、これ久子さんの方から読みます。はい、はい、メッセージいただいてます。はい、沖縄のブーちゃん、はい、ブーちゃん、ありがとうございます。はい、メッセージありがとうございます。うん、おっつーおっつー、来週ともお友達のガーニー田中さんと一緒にお伺いします。あ、ブーちゃん遊びに来てくれます。いいね、いいいい、よろしくお願いします。お寒くなりましたね。リスナーの皆さん、アメコザメンバーの皆さん、風邪などひかないようにしてちょ、来週行きますね。じゃあバイバイ、またね。はい、ありがとうございます。待ってますよ、ブーちゃん、楽しみしてます。ブーちゃんから初夢のメッセージも来てますよ。はい、初夢か、実はまだ見たのかわからないっす。今年の抱負は少しでも多くライブります。県内だけでなく県外にもどんどん行きたいですね。ライブをすること、ライブりますっていうんだ今の。ねえ、ね、うん、え、なんなんていう、ライブります、ライブります。はい、そうなの、あの若く見せようと思っただけ、ブーちゃん。あ若く、若くしかこういうこと言わない。そうなんだ、ライブります、ね、すぐこういうの取り入れるタイプだから、ブーちゃんは。ナイス、ライブルそうです、まあ、ライブルそうですね。それはちゃん、まあ、ちょっと分かってる、ご安心してから吉野さんも使われるんですね。吉野さんも使われるんですね。吉野さんも16年中ライブります。ライブります。福岡、神戸だけでなく東京、北海道にも行きたいっす。じゃあバイバイ、またね。頑張ってほしいですね。はい、まあね、おうちらんちのミュージシャンはあちこち行ってほしいな。うん、まあでも行ってる人もいっぱいいるんで、まあ客が入る入らない、赤なる黒なるとか関係なく、人生どっかで歌った方が自分にも刺激になるし、うん、その土地ど、土地にもあの定着して、来年呼ばれる呼ばれないも毎年行ってれば、そう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 、それが関わってくるね。うん、例えば俺北海道とか大阪なんかはやっぱりその、うん、毎年行ってる。僕らでもそうじゃないですか、あの内地から、うん、あの小座に来て、うん、あ、小座のライブハウスであちこちで、演奏っていうかライブやるけど、うん、毎年来てる方はもう頭の中入ってますからね。そうだよね、みんな覚えてて、また聞きたい、うん、あのライブ、まあ、だいたいいつ頃来るなっていうのも分かってくるし、そうそうそう、してまた地元主催のイベントなんかにもこの時期っていうのだいたい分かればね、参加しますかとか来るから、あ、まあ、あちこちで歌った方がいいよ。うんと、なんていうの、あのこの沖縄を出て、うん、でも帰ってこなかったらずっと東京で暮らすとかね、そんな人もいるんだけど、そんな時もあったけど、そんな、まあまあそんなことないですけど、あの吉野さん、なんか、うん、あのテーマに沿った今年の抱負とか初夢を見たとかありませんか？抱負、抱負は いろいろあるし、なんか初夢面白いの見たとかさっきちょろっと言ってましたけど。あの初め怖か、怖い夢見たんだよね。どういう夢ですか？よくない夢は言った方がいいですよ。吉野山は行って、ま、バカにするなよ。うん。宇宙人に襲われる夢。宇宙人ですか？宇宙人。宇宙人ですか、これ。さすが。500宇宙じゃなくて宇宙人だったわけですね。宇宙人だった。でも、なんていうの、どういうわけか昔の家にいるわけ、トータイヤの家にいて。そっから、ね、なんか、あの辺の中の方に隕石が落ちていて落ちてくるわけよ。
意識がボン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 落ちて、もう火の玉鳴って、その宇宙人が目の前にいるわけ。逃げるのに必死だって、俺。もう、怖かって、俺、朝起きたら、あれ、その火を消すって言って、しょんべん漏らしたっていう話につながる。そんなことはない。そうじゃなくて、あの宇宙人はもしかして何か神の暗示かもしれんけど、襲われるんですよ。初夢で宇宙人。どうですか、母さん、これ星占いにしたら。でもね、なんか宇宙人が出るって言って、なんかガキっぽいだから言わなかったわけだ。いや、そんなことないですよ。俺は大人でもガキっぽいのでも関係ないですよ。見たいことを。そうだな、まあ、だってその夢の中で自分の昔住んでた家にいたから、ガキなんだろうな、その時は。でもさ、これなんていうんだろう、逆発想すると、今年は追っかけられるぐらいヒットするかもしれない。出た、すごい。ということは宇宙人が応援を語ってことですね。いや、男女関係ないんだから、追っかけられるんだから。はい、そうそうそう。仕事に追っかけられる、忙しくなる、今年はヒットするかもしれない。忙しくても、吉浦さん、もしかして今のうち俺からサインもらっとけよ。やっと靴が履けるの、吉浦さんの。今日本当寒いんだよ。だからもう寒いのにセッターとか履いてもらうから。寒いんだよ今日は。靴下も履けるかもしれない、靴買ったら。最初に靴下買おう。そうそう、靴下。そんなこんなじゃ。そして忙しくなっても、今の F の木曜日の定期ライブ、それはやらんといけないね。まあ、ね、たまにはね、旅出たら何日間も開けるよっていうのはあるんだけど、まあ去年もね、2回3回ぐらい開けたことあるんだけど、まあ今年もやり続けます。今週は休みますよ。ちょっと大きなライブ控えて、そう来週からですね、来週の木曜日から定期に、まあ今月は1回しか入ってないんだけど、また来月から、定期で、入ると思います。こちらでね、ライブ情報をお届けしていきますので、ね、吉浦さんの定期ライブ、毎週聞いててもね、なんかいろいろちょっと違ったりして、ずっと楽しいライブができるので、まあね、このリズム初めてだけど、このテンポ間違えたり、リズム間違えたり、ね、やってる最中に止まって、あ、間違えたって思い出すから、僕らお腹抱えて少し笑ったんだけど、やっぱりこの上手ないか。でもほら、今日はなんか吉浦さん歌詞が響きましたって思った日って、やっぱり意識して操作されてるとか、この歌、ね、このリズムで歌っても楽しいなっていうとこがあるわけね。そんな、吉浦さんのライブ、今週土曜日です。はい、最後の告知いきます。1月16日、土曜日、沖縄市民小劇場、アシビナーで、オープンが6時半、スタートが7時、前売りチケットのお問い合わせはですね、会場のアシビナーの方まで、そちらでもチケット購入可能です。そして、お電話番号、お問い合わせが電話番号098-934-8487です。というわけで、あっという間の1時間過ぎましたので、早いね、ありがとうございました。もうちょっとやろうよ。いいでしょ、残ってて、FM 小座に迷惑どんどんかけて大丈夫です。そうなんだ、迷惑かかるから。いや大丈夫です。はい、というわけで今日1時間あっという間にお届けしましたが、吉浦さんありがとうございました。これからもね、吉浦さんコメンテーターとしてちょくちょく、いらしてくださるということなので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、今週ね、アメージング小座お届けしました。はい、はい、ではでは、ね、はい。ごめんなさい、放送事故。いや、放送事故でちゃんと流れてます、吉浦さんの歌が。そうか、そうですよ、BGM。 今日は頭からずっと流してるんですよ、 BGM で。嬉しい、ね、すごいでしょ、ね、嬉しい嬉しい。はい、というわけでアメージング小座をお届けしました。はい、アメージング小座、この番組はバーボビーズ、バーそよ風、食いどころ飲みどころトノマ、カラオケスナック勇気、ミュージックバータイガーアイ、ミュージック&スポーツバーサイドウェイズ、ラテン酒場アルハンブラ、ネマ商店、カジュアルバーボーダレス、タサトファーム、紙切り屋次男坊、もろみ内装、比嘉重機、以上のスポンサーの提供でお送りいたしました。
ありがとうございました。